山田監督解任、あの立浪が考えてたあのスタッフもいるんですよ。根尾君のピッチャーとしてはどう思いますか。聞きづらいんですけど、この突然の監督解任劇とか、これまあ話せる範囲で、いやいやいや、もうそれはもうどうでしょう。いやいや、あの自分が監督引き受けた時にね、 今更言う、これはもう本当の話で、いつ辞めたって、それは辞めさせられたって、それは構わないんだと、いつだってその監督は首切られるし、あの降りてくださいって言われるっていうのは、これはもう聞いてましたから、それはもうその時言われた時は、だってあのね、9月ぐらいに分かりかけてきました、新聞に出ましたから、出てきましたから。で、親会社が新聞じゃないですか、見てるじゃないですか、もうまた感じますもんね。感じます、すぐ感じるんです。来たかなっていう、それで、9月の何日かもう忘れましたけど、広島へ、その前にやっぱイライラしてたんでしょうね、退場になって、アンパイアにね、で広島へ行って、で社長が会いに来るって言うんですよ、そのことだなと思って、でもそれはちゃんと自分の中でも消化できるように準備はしてましたもん。どうですか、監督になっての素敵な思い出、監督となってつらかった思い出、さっきのがつらかった思い出でしょうか。辛いって言ったとね、広島からね、万事ね、広島から帰って選手を集めて、その状況を喋って、みんなに申し訳なかったと、みんなの力をね、せっかくみんながいい力はあるのに、監督としてみんなの力を引き出せないでね、この2位3位とかで、ね、この辺でうろうろしてね、優勝全然争えるようなチームになれなくて、この2年間な、と申し訳なかったわって言って、俺の力不足で本当に悪かったと、あと君たちは一人一人がプロなんだから、これからもプロの選手としてね、頑張っていってくれ、俺陰ながらずっと応援してるからって言って、選手に挨拶して新幹線に乗って帰ったわけですよ、名古屋の方に向かったわけですよ、なんかグリーン車でこうやって見て、どうだったかな、反省しながらこうやって見て、あそこのホテルを12時ドラゴンズ山田監督解任ダーンって出たんですよ。なん2回ぐらい繰り返しましたよね。2回ぐらいガーンおお、こんなのが今すぐ出るかと思いながら、それパンチね、球団と一つだけ喧嘩したんですよ。心は言っちゃっていい話ですか。いいですよ、全然いいです、全然いいです、その辞める時の話です、会社は辞任してくださいって言うんですよ、自分から辞めた。なるほどで、あなたたちそれ何を言ってるんですか私に対して失礼でしょっつって、私が途中から辞めた、サジを投げたと思われるのは私の信条としてね、それ許さない、自分自身に許さない、はっきり解任って言ってください、だってそれは投げ出したことになっちゃいますからね、そう辞任としたらね、受けて山田が辞任したなんて言ったら、そのチームを自分はもううまくいかないから自分で辞めていったってね、それは私は許さ、私自身を許せないから、もうはっきり解任って出してください、だからそのテロップに解任って言ってください、まあまあいいか、その通りだ、つってそしたらまたもう一回繰り返して、2回ぐらいだから2回もだかんすなよ、それでまたしばらくしたらまた同じ流れてくるんだよ。それは眺めた記憶ある、それは聞きづらいこと、いやいや、さあ今度はあと2つ質問ありますけど、今立浪君がちょっと困ってますけど、なんかアドバイス的なものありますか。いや、私もこれ球団の偉方にも言ったんだけども、今一応立浪応援団長みたいなのを仰せつかってね、必死になって応援してるんですよ、またいきさつがいろいろあるしね、同じ名球会の仲間だし、そしてドラゴンズで一緒にやった監督と選手でもあるし、そういうのでね応援してるんだけども、普通は、まあ、球団の幹部の人にね言ったんですよ、新監督になった時にね、その監督がこうやりたい、ああやりたいっていうのをね、いやそれはできません、それはできません、それはできませんってなったら、何のために監督引き受けたんだと、監督が
これやりたいっていうのはできるんだって、やっぱりそれに沿ってね、うんうん、やってるのが君たちの仕事なんだと、それをやってあげなさいよって言ったけども、やっぱほとんどできてないということは、選手を取ってこれなかった補強問題もそう、やっぱ立浪が考えてたあのスタッフもいるんですよ、うん、スタッフもね、はい、それさえ呼べなかったっていうね、そういういきさつも聞いたんでね、それは残念だなと思いながらね、うん、だからただあの立浪らしいのはね、あの男のその思い切りの良さっていうのかな、うん、やるったら絶対やるっていう、あの、うん、今の若い選手の起用方法なんかね、うん、楽しみだね。まああの体でPL からすぐレギュラー取ったっていうぐらいですから、ある程度もう気持ちよくないと当てられませんからね。立浪はね、甘い顔しても結構ハートが、彼もお酒飲まないんで、ああそうです ね。ものすごい自分で厳しいんですよ。あパンチ言ったようにあの体でね、はい、長年レギュラーを張ったっていうのは、はい、そう簡単じゃないですよ。そうですよね、いろんな記録を作って、はい、だからドラゴンの代表する選手でも一人ですよ ね。 そうですね。だから厳しいです、はい、あの厳しさはいつかきっと生きてくると思う、うんうん、じゃあ最後にこの立浪君とは関係ないな切って、うん、根尾君のピッチャーとしてはどう思いますか、大賛成。いやこれはね、はい、いやそのコンバットということじゃなくて、彼のピッチャーの実力というのはあるんですか、うん、もちろん、はあ、やりようによってはね、それなりのピッチャーにはなる可能性はもう十分あります。私から見てよ、うん、桑田君だって背も小さいですしね。ただま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 だですか。まだまだ今のままじゃとてもじゃないけど、そのローテーション入るとか、はい、抑えやるとか、あのセットアッパーできるとかって、そこまではいかないですよ。あの彼にはどういうトレーニング、どういうふうなピッチャーになってもらいたいですか。まずピッチャーの体を作らなくちゃいけないですよ。はあ、ピッチャーを投げる体を作らないから。そのためにはあの投げ込みということなんですか。投げ込みもそれで走るね、走り込み、うん、下を使う、やっぱり今はもう上体の力で投げてる感じだから、はい、うん、でもこれもね、立浪監督から相談ありましたよ、どう思いますかって、うん、そしたら、まあ、悪くないよと、素材的にはと、まあ、どういうふうに育てていったらいいでしょうかってことでしょうね。うん、まあ、彼は監督には監督内の考えがあって、はい、今度チャンスだったらあのネオにアドバイスやってくださいっていう話はしてましたけどね。あ、うんうん、やっぱり阪急っていうのは走り込んで投げ込むチームでしたもんね。吉成さんもシーズンオフに梶本さんとしてヘルニアかなんかなるぐらいまで投げさせられたって言って、それが効いてあの晩年にあのノーヒットノーランだっけ、完全試合ノーヒットノーランですもんね。コーチの時だ、あれですよね、あれは藤井寺球児だったかな、だからあれがあってなんですもんね。うん、いやあのね、若い時、はい、例えば20代から25、6、はい、この時にやった練習は後々まできるね。あ、30超えたら無理ができなくなってくるからね。そこから やるっていうのはやっぱりやるんですよ。はい、その時やった時はもう遅いからね。もう吉典さんはもうキャンプで真っ赤な顔で一番走ってました。で毎晩飲みに行ってて、うん、吉典さん大丈夫ですかって言ったら、我が家はキャンプは内臓から鍛えるんだな。これは私からの、ああそうなんですか、伝言だ。ああそうなんですか。私らは梶本米田から聞いて、はい、ね、山田から吉典、今井雄太郎へ、はい、それから星野とか、ずっと脈々と続いていく。キャンプはまず第一に走り込み投げ込みよりも内臓から食べ込み飲み込み、それから内臓を強くしてって。いや、まあ山田もちょっと罪あるけどね、はい、だいぶずれましたからね。あ、はい、あ、今井と佐藤はもうずっとそばにいたからね、飲み方教えたらよかったなと思うけど、あいつらはもう底なしだったからね。あ、